こんにちは、あいです。このチャンネルはマーチングに関するあれやこれやを発信しているチャンネルです。というわけで今回の企画はこちら。もし合奏中に知らない人が入ってきたらメンバーはどうするです。はい、というわけでですね、今回はこのチャンネル初のモニタリング企画となっております。イエイ。今回誰が混ざってくるねんというお話なんですけれども、こちら、はい、岡部良平さんという方にご協力いただきました。ありがとうございます。はい、でね、この方一体どんな方なんやっていうお話なんですが、元ジェネシスのメンバーで、現在は祝祭系音楽エンターテインメントバンドカルナバケーションや、ドラムパフォーマンス集団コアで活動されているプロのドラマーさんなんです。今回はですね、メンバーにバレないように変装してもらっております。その姿がこちら。はい、見るからに怪しいですよね。はい、室内の撮影やのにサングラス、はい、怪しい。というわけでですね、こんな方が急に合奏中に入ってきて、ほんでドラムをジャカジャカ叩いちゃったら、はい、メンバーはどんな反応をするのでしょうか。それでは行こうか。やろうか。時刻はお昼休み明けの14時、合奏前のウォーミングアップの時間です。今回のターゲットはメンバー全員。メンバーには Vlog 動画を撮影するからね、カメラのことは気にせんといてねとだけ言ってあります。この日だけカメラが何台もセッティングしてあると、なんやこれってなるからね。バッテリーとピットにはブラスだけでアップするからちょっと待っといてと伝えてある状態です。それではここからはメンバーの反応をお楽しみください。
企画でですね、ちょっとモニタリング企画をやっておりまして、画像中に突然知らない人が始めたら、どうしても私でもいいの？どういうことなんですか？ということで、叩いていた人が誰なのかというお話なんですけども、今叩いてたのは元メンバーで、今クロードのドラマをされている岡部さんという方になります。岡部さん。皆さん大変お邪魔しました。36度って僕の車の体温計で出てたんですけど、はい、本当暑い中練習お疲れ様です。これね、あのでも多分きっと誰より一番緊張してたのは僕だと思う。、はい、で6年7年とあのジェネシスに在籍させていただいたことがございまして、はい、以来なんかすごい久しぶりに皆さんに混ざって演奏させてもらえたのすごい嬉しかったです。はい、で、元メンバーの岡部さんに協力いただいたモニタリング企画でした。皆さんご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、もしも合奏中に知らない人が入ってきたらメンバーはどうするでした。はい、ジェネシスの場合はね、受け入れるでしたよ。はい、あの皆さん温かい人がいっぱいでね、よかったです。もしけたらどうしようと思ってましたからね。はい、いやもう素敵な演奏ありがとうございました。超かっこよかったです。はい、というわけでね、皆さん今回の企画いかがでしたか？よかったらね、感想をコメント欄に書いてってください。それではまたね。はい、ということで気に入っていただけましたら、はい、チャンネル登録高評価どうかよろしくお願いします。そしてマーチングをやりたいと思っているそこのあなた、どこのチームがいいかなって迷ったらぜひジェネシスまで。ということでありがとうございました。